はい、皆さんこんにちは、坂木敦史でございます。まったりとした午後ですね。4時回りました。はい、今日一番ね、これ面白いなと思った人ですね。デイリー新潮ですね。鈴木隆文ですか、隆史かな、半島を読むというこのシリーズ面白いんですよ。本当面白いね。6月29日、今日ですね、出た記事です。デイリー新潮ですって。金融危機がやってくると叫ぶ韓国銀行、年内利上げを予告、バブル退治も時すでに遅い、クエスチョン、みたいな。長いんでかいつまんでいきたいと思うんですけども、韓国でバブル崩壊の可能性が高まる。必死で阻止に動く中央銀行と見て見ぬふりの政界を韓国監察者の鈴木隆史氏が解説する。鈴木隆史でいいんですか、ちょっと最後を見てみましょうね。鈴木隆文先生と言ってもいいですね、もうね。韓国の中央銀行である韓国銀行が声を枯らして国民に借金までして投機するのはやめろと叫びかけています。韓国は今株価も不動産価格もうなぎ上り、完全なバブル経済です。ところが世界は新型コロナが収束に向かい始めた。景気回復とともにインフレ懸念が現実のものとなりました。各国は利上げに動かざるを得ません。バブル崩壊の可能性は極めて濃くなったのです。で、質問者がですね、世界中が利上げに動くのに警告を発したのは韓国の中央銀行ぐらいなぜでしょうか。鈴木先生ですね。まず韓国では株価や不動産価格の上昇が半端ではないからです。2021年5月末のコスピ、韓国総合株価指数は2019年末と比べて 47.6% 上がりました。同じ期間のニューヨークダウの上昇率は 21.0%、 日経平均ですと 22.0%ですから、韓国の株価がいかに急上昇しているかが分かります。KB 国民銀行の調査によると、韓国全土のマンション価格も同期間に 18.3% 上がっています。ソウルに限れば100平米のマンション価格は2021年5月までの4年間で 93% 上がったと市民団体経済正義実践市民連合が報告しています。何でも正義でつけたがるんですよね。日本人はこっぱずかしいので、正義という言葉はこうあんまり使いませんよね。正義の味方とか、それはこう子供が見るね、戦隊シリーズの話であって、大人の間で何が正義かなんていうのはこっぱずかしくて使わない言葉がありますね。ムンジェインの失勢が投機を呼ぶというタイトルで、韓国でこんなに激しいバブルが発生したのは2017年5月にスタートしたムンジェイン政権の不動産政策の失敗が原因です。韓国銀行の調査によると、一定の住宅を何年分の所得で買えるかを示す住宅価格対所得倍率 PIR は2021年第一四半期に 17.4 倍、前年同期 13.9 倍と比べ急上昇しました。これ、いや、年収の何倍かって話でしょ、簡単に言えば。で、日本は今10倍ぐらいですか。10倍、平均所得が500万とすると10倍で5000万、5000までは買えへんかな。5000まで今買おうと思ったら、23区ではこうあっちですね、葛飾区とかね、足立区あたりまで行くと買えますけどね、なんとかね。練馬区でもだんだん難しくなってきてるような感じがします。世田谷はもう無理ですね。まあそりゃいいんですけど、政府の稚拙な対策により不動産価格の暴騰を目の当たりにした韓国人とことに、20から30代の人々は真面目に働くだけでは一生家を持てないと絶望。借金して株式不動産投機に乗り出したため、バブルがますます過熱したのです。
若い方はですね、仮想通貨に走ってるというふうに言われていますけど、仮想通貨だいぶね下がってるんでね、若い方で、損害を出してる方多いと思います、ちょっと飛ばしまして、国民の借金の増え方も異常です。2021年第1四半期末の家計債務額は前年同期に比べて 9.5% も増加、可処分所得に占める家計債務の比率も同時点で 171.5% 過去推定値の1年間で 11.4 ポイントも上がりました。このね、なんと言いましょうね、そもそも韓国で会計債務は家計債務ですね、世界的に見て高い水準です。国際金融協会の調べでは2020年3月末の GDP に対する家計債務額の比率は 97.9% で主要国中1位、4位の米国 75.6% や9位の日本 57.2% と比べて大きく上回っているのです。どういうことかと言いますと、僕らみたいな庶民レベルの人の借金が異様に多いということですね。でだから返しきれなくなるぐらいに借金をしてるんだけども、それでこう金利を上げたらどうなるのと、そうこれ書いてありますね。こんな状況下で金利を上げたら鈴沖阿鼻叫喚です。実態以上に取り上がっていた株価や不動産価格は暴落する可能性が極めて高い。借金して買っていた人は返済できなくなりますから、銀行の経営がおかしくなります。すると銀行がお金を貸す機能が麻痺しますので、実体経済も悪化します。借金が返せなくなった個人も財布の紐を締めますから、消費減少という経路を通じても実体経済は冷え込みます。こうした金融危機は通貨危機を呼びがちです。外貨を借り入れる窓口は韓国の民間銀行であることが多い。その経営が怪しいとなれば外国の金融機関はドルを貸し渋るようになるのですと。まあまあこういうことになって、1997年に通貨危機があって IMF 管理になりました。その後2008年も通貨危機がありました。実は2020年、去年の3月頃もですね、ちょっとした危機がありました。政府はサムソンに金稼いって、ね、金稼いってドル稼いって言って、それでしのぎましたね。で今年はそういうことはなかった。なんとかコロナ需要があってですね、韓国経済は今のところ表面的には絶好調と言うでいいでしょうね。で、どう言いましょうね、株価も上がってる、不動産価格も上がってる、しかしその中身は借金だらけということになります。アメリカはですね、今そんな韓国の経済を横目で見ながらですね、ひたすらムンジェイン政権が終わるのを待っているという状態で、別に韓国のバブルが弾けてもですね、んなもんどうでもええっていう姿勢ですね。1997年の通貨危機の時もですね、アメリカと韓国の関係がよろしくなかったんで、アメリカは助けるなって言ったんですね。日本に対して助けるの、当然自分でも助けないって言われて、で IMF の管理になりました。あの時よりもアメリカと韓国の関係はよろしくないです。まあ、もう多分これ時間の問題で、もう1年以内ぐらいに韓国経済行き詰まるんちゃうんかなと私は思ってるんですよね。何よりも世界的にこう利上げになってきたらですね、韓国も上げざるを得ないんですね、金利を。で日本はなぜか上げないと思います。これは日本も今も大変なバブルなんですけども、黒田さんという異様な日銀総裁が頑張っていてですね、金利上げないでしょうね。でドルというかアメリカの金利が上がると今度は円高になって国内経済がものすごい不況になるんですけども、 でもそれでもまあ上げないでしょうね。それで韓国経済あたりがパリンする。でもその前に中国経済も危ないと思うんですけどね。
中国経済も韓国経済も非常に脆弱な基盤です、非常に脆弱な基盤の上に成り立っていてですね、一時今好調、韓国は好調です、中国はちょっと怪しい感じがしますけども、それでいくとこの鈴木さんの説によるとバブルの崩壊は間近である。でそれに対して金融系の人たちは分かっているし、経済官僚も分かっているんだけども、政治家どもはですね、見て見ぬふりをしていると。そのままずるずると行くんちゃうかと。1997年の通貨危機の時もおおよそそうなるのは分かっていながら、ずるずると行ってしまったという結果、ああなったということですね。で今度そうなった時に IMF も今度助けに行かないと言うてますし、日韓関係最悪ですから日本も助けるつもりやないって、どうなるのということですね。仮に、今韓国バブル崩壊をしましてですね、金融的な混乱が生じてですね、ドルが足りなくなってもですね、誰も助けに行かないだろうと。まあ中国が行くかも分かりませんけどね。でも中国もそこまで余裕あるのかなという気がしますけども、となるとハイパーインフレと、いわゆるウォンがですね、今1220とかの1ドルあたりですね、1200ウォンかとかなってるのがもう3000円5000円いきますよね。そうなったら物価は3倍4倍になります。もうハイパーインフレに近い状態になって、お隣さん全体が貧しくなるというふうになると思います。まあね、そうなってどうなるんかというと、まあまあそれでおしまいですけども、大混乱に陥るでしょうね。それでもまあそこまで行ってからアメリカあたりが助けに行くのかも分かります。まあそのね、言うこと聞きませんからね、あの国ほんまに。対日本だけちゃうんですよ、おかしなこと言うてんのは。アメリカに対しても変なこといっぱい言うてるんですよ。だからね、アメリカもいい加減ね、疲れてますんでね、助けに行かないから、まあ、でも近いと思いますよ、これ。大統領選挙の前かとかって言われたらようわかりませんけども、まあ世界経済次第というところはあります。これ新潮のね記事貼っときますんで、多分これは大丈夫だと思うんで貼っときますんで、まあ、よろしければ、僕今どうでしょうね、半分も読んでないんですけど、かなりいい記事だと思いますんで、皆さんぜひ読んでいただければと思います。はい、どうもありがとうございました。